ここは負けられない一番人気。足元悪い雨の中、福島レース場芝1800未勝利戦、9人の馬娘たちが挑みます。3番人気には7番、この評価は少し不満か。2番人気はこの子8番。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。1番人気ライスシャワー。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ライスシャワー上がっていきます。冷静さを取り戻せるといいのですが。3番と6番この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ライスシャワー、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。8番、ペースが速い。先頭を行ったのは6番、続いて3番、早くも激しい競り合い。そしてその後方にはライスシャワー、その後ろに4番、少し離れて2番、少し後ろから7番、5番、並びかけてきた。そしてその外から行ったのは9番、それを見るように8番、6番、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。6番彼女の客室には合っていますね。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身。さあ荒れる福島、ここからどうなるか。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。現在1番手は6番、続きましたライスシャワー、そのうち並んで3番、4番手には4番、1馬身離れて2番、外目をついて7番、そのうち並んで5番、そしてその外を回って9番、8番、並んできた。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。400を切りました。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。ライスシャワー速い速い、もはや独走状態。残り200、食い下がる4番、先頭は変わらずライスシャワー。これは強い、勝ったのはライスシャワー。最後意地を見せて栄冠を手にしました。未勝利戦を制しました。ライスシャワーの完勝でした。2着は4番